松本リーさん、あいゆーあしゅーあぶどうも。あ、どうも。何し、どうすか。いや、今日は師匠にごちそうになって、腹いっぱいの状態で今、タクシーで送っていただいているところですけど。思い出すな。思い出しますね。何思い出すね。大地とあのもつ鍋を思い出しております。違う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 やんか。え、週の誕生日の時タクシーやろ。週の誕生日はそうなんですよ。師匠にこうやって飲みに連れてってもって、師匠が先降りて家帰ってる途中に我慢できなくなって、家の近くのコンビニで降ろしてもらって、コンビニで正面を漏らした、それが死になったわけなんですけど、なんで今回すタイミングじゃないやんと思ってたやろ。思ってますな。あ、なんで回すタイミングかというのは、こう言うと、先月の給料何倍やった？先月は 0.000 です。違うよ、 0.2 やろ。先々月やろ。先々月は 0.2、でその次の月が先月な。先月が 0.0000。で今月いくら？0.44 です。4,400円で、4,400円プロとかつって言う、みんな言うてたやん。4,400円プロ、4,400円のプロだと、月給が 0.44、0.44 プロ、はい、で嘘やったやん。サバ読んだやろ。僕はすか。うん、まあサバ読んだっていうわけじゃなくてですね、あれなんですよ。え、残高で師匠にご報告したら、もともと残高に700円あったんですよ、でそのもともとあったやつを足したやつを師匠に報告してしまったというミスが発覚したんですよ。虚偽の報告やな。虚偽って。まあ本当の正確やと 0.37 やな。やったんですけど 0.37 を 0.44 とサバ読んだよな。それに気づいた時に、もうこれ師匠に言うべきかなとか思ったんですけど、まあ一応今日飲んでる時にまあ言ってしまって、言ってしまったで。俺がしつこい 0.44 から罪悪感が出たやろ。いや違うのにな。そうなんですよ。うん、お前 0.37 を 0.44 って言ってしまった。だって 0.37 を 0.44 って言うってちょっと違うんじゃない？どっちでも一緒やろそれ。何が違うのよ。マジで。3700円も4400円も一緒じゃないですか。でも学んだなお前。学んだ。うん、何を？前回の YouTube でこの国は万で動いてるっていうのを学んだな。だからもう 0.37 で 0.44 を 4.4 って言わなかったな。いや、それは嫌だもん。今言うたらもう、まあ、やらいことになるから、しんどいかな、その。またこの国は万で動いてるから始まってさ、もうさらに寄せますよ、さすがに。0.44 って言いましたけど、一つ学んだな。ほんと 0.37、0.37 な。じゃあみんな待ってるから、ほら言ってほら。私は今月の給料 0.37 でした。違う違う、0.44を0.44を、プライドが高く、私はプライドが高く 0.44 を、本当は 0.37 なのに 0.44 と虚偽の報告をしてしまいました。申し訳ございませんでした。はい、どうぞ。私は、プライドが高く、本当は 0.37 なのに 0.44 と虚偽の報告をしてしまいました。申し訳ございませんでした。はい、いただきました。やりました。やりました。プライド高くないですから、いただきました。いや、いただいたか知らないですけど、それは言わされただけで、もう言うときは丸く収まるやろって言うただけですから。謝罪したっていうことでね、そこはもうちょっと皆さんの
世間のね反応を待って、うん、強引やね、許すかどうかは強引っすね、はい、まあ、それは良しとして、はい、じゃあ週で締めてください。ビッグ週でタクシーの中なんで、うん、あ、じゃあ自分の中の、はい、自分の中のビッグ週、タクシーの中のビッグ週、はい、運転手さんすいません、すいません、これ滑ったな、滑ったいけるかほんま運房登録してね、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 正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。